クリスマスキャロル、クリスマスキャロルはキャロルの一種で、現代ではキャロルというとクリスマスキャロルのことを指すことが多い。種として、キリスト教文化圏においてイエスキリストの誕生と関係した内容の歌である。旧世主、キリストの誕生を祝い、誕生にまつわる様々な場面や逸話を歌詞にした歌を言う。通常世間的にはクリスマス前の時期に歌われ、 クリスマスイブにおいてはとりわけ愛称されるが、教会ではまて公設から公原祭前までの期間に歌われる。クリスマスキャロルは西欧中世にまで遡ることができ、当時の戦律法で作られた曲が現代でも歌われている。キャロルはもともと世俗的な共同体の宿家であり、収穫の季節に歌われたものやクリスマスを含め、 キリスト教の聖実や行事に関連して歌われたものもあったアドベントキャロル、イースターキャロル等。キャロルは13世紀には存在しており、合唱家として歌われてきたが、16世紀の宗教改革において、信教の国々において衰退を見た。しかしキャロルは地方の田園地域などでは継続して歌われており、 やがて19世紀において再びキャロルに対する関心が復活した。またそれとともに歌詞の印刷出版や新しい作詞などが行われた。1833年にイギリスでウィリアム・ビーソン・ディスが出版した古今クリスマス・キャロル州クリスマス・キャロルズ・エンシェント・モダンには世の人はするな、神が何時の脅しを保ちた、まわんことを尊き方々。 牧人羊を、ファーストノエル、天には生え、などが含まれていた。これらの歌は、例えば、牧人羊を、は、大変古くからあるものであり、16世紀、17世紀頃に、歌われていたが、起源的には13世紀にも遡るとされる。世の人はするなは、歌詞が、印刷出版されたのが1833年で、キャロル自体は作詞者不詳でより古くから、 存在していたが、1843年に発表されたチャールズ・ディケンズのクリスマス・キャロル作品プロローグ部に少年がスクルージに歌いかけるキャロルとして登場している。このキャロルは、ジェントリー階級のもの、または一般に浮遊なものに対し、事前金を求める意図で歌われたことが、歌詞自体の内容と、また、ディケンズのクリスマス・キャロルでスクルージが事前の求めに対し、 拒否の対応をする場面と並行することからも、その意味が明らかである。13世紀に遡る、春の祝下で、16世紀においてスウェーデン内しフィンランドで交換された、書籍、ピエ・カンチオーネス、経験歌集、イニシエの司教たちによる教会と学校の経験歌集に収録さていた、花のキャロル、ラテン護名、テンプス・アデスト・フロリダムの戦立、チューンに対し、 ジョン・メイソン・ニールが歌詞をつけたキャロルがある。今日においても愛称されているこのウェンセス・ラスは良い王様もまた19世紀半ばに非常にポピュラーとなったものの一つである。この歌はスティーブン・マス、聖ステパノスの誠実12月26日を背景に歌われ寒気厳しい中困難を乗り越えて貧しい農民に物資を施す。 ベンセスラス王の行為が称えられている。そのため厳密にはクリスマスキャロルではないが時期を同じくするため一般的にクリスマスキャロルとして歌われている。クリスマスキャロルはキャロル一般がそうであるように必ずしもキリスト教会と結びついたものではなく一般民衆が祝火、参加として歌っていたものである。その意味では世俗音楽に入るが 宗教的な意味がなかったわけではない。しかし、宗教改革の推進者であったマルティン・ルターが、クリスマス・キャロルをよきキリスト教徒としての人格の寛容ため、肯定的に捉えたように、キリスト教の側で、教会を音楽の一端として取り入れる方向へと進んだ。クリスマスイブの夜、教会に集まった子供たちが、街の家々を訪ねて、クリスマス・キャロルを歌う慣習があり、 これをキャロリングという。これはクリスマスキャロルが民衆の歌であると同時に、教会に付属する歌としても取り入れられている例だと言える。クリスマスキャロルの歌詞は英語、フランス語、ドイツ語など、それぞれの国民語で作られており、歌われているものがある一方、歴史が古く中世時代にまで遡ることより、ラテン語の歌詞のものもある。また、英語の歌詞の歌の中に、 ラテン語のフレーズやラインが混じるものや、同様に、ラテン語ではないが別の言語のフレーズが混じったものなどが存在する。荒野の果てに、大点の見つかいのは、英語版、は当然歌詞は英語であるが、グローリアインエクセルシースデオというラテン語の歌詞、出典は新約聖書、福音書が挿入されている、グロリリインエクセルシスデオ、グローリアインエクセルシースデオは、この題のものが、それ自身、 古い聖火、賛美歌として存在している。歴史が古いため、歌詞及び曲の両方において伝統歌謡として中世のものが伝わっており、古い歌詞に19世紀頃になってから新しく曲が付けられることがあり、また古くから伝わる旋律で新しいクリスマスキャロルを歌うということもある。一つの歌詞にいくつもの曲が付けられている場合や、逆に古いキャロルの曲が 複数の歌で共用されていることがある。後者の例は、エンジェルス・ウィー・ハブ・ハード・オン、ハイと、ジェームズ・モンゴメリー。ジェームズ・モンゴメリーの歌詞で、イングランドで歌われた。で、これらは、幾分か変化があるが、基本的な旋律は同じものを使って歌われている。クリスマスのシーズンに歌われる歌として、クリスマス・ソングが存在しているが、これとクリスマス・キャロルはどう違うのか、明瞭な区別が難しい。 ホワイトクリスマス、赤花のトナカイ、リートルドラマーボーイ、ジングル、ベルなどはクリスマスソングとみなされることが多い。しかしある意味でホワイトクリスマスや赤花のトナカイ、リートルドラマーボーイなどは20世紀に作られたクリスマスキャロルだとも言える。荒野の果てにはクリスマスキャロルと言えるがクリスマスソングとも呼ばれている。イングランドの古い民謡である グリーンスリーブスを元に、レイフ・ボーン・ウィリアムズは、グリーンスリーブスの主題による幻想曲を作曲したが、彼はまた1912年に、クリスマス・キャロルズ幻想曲を作曲している。慶州詩人のクリスティーナ・ロセッティは、インザ・ブレイク・ミド・ウィンターという詩を書いたが、後年の1905年に、グスターブ・ホルストが詩に曲を加え、現代のクリスマス・キャロルを作り出した。 15世紀のクリスマスキャロルの歌詞で作者不詳のものにデオ・グラシアス別名が存在するがベンジャミング・リトゥンはこの歌詞に作曲し1942年のキャロルの祭典中の挿入曲としているクラシック音楽の曲の中にはとりわけてクリスマスシーズンに演奏されるものやクリスマスキャロルを意図して作曲されたものがあるヘンデルのオラトリオ、メサイアや 1734年作曲のヨハンゼ・バスティアン・バッハのクリスマス・オラトリオ BWV-248 はこのような種類の音楽である。1892年12月17日に初演されたチャイコフスキーのバレエ音楽くるみ割り人形は慣習的にクリスマスシーズンに演奏されることが多くクリスマスの日にしばしば演奏される。 クリスマスキャロルとして知られる曲や歌は中世以来の伝統を持つ非常に古いものから19世紀から20世紀にかけて作曲や作詞が行われたものまで非常に多数に上るのように作詞は19世紀半ばで歌に使用する曲は16世紀に遡るグリーンスリーブスであるようなものもあれば曲自体は中世13世紀に遡るが作詞されたのは 比較的新しいものなどもある。また、以下のクリスマスソングも、クリスマスキャロルと呼ばれることがある。アベマリアは、古くから伝わる歌である。歌詞は、新約聖書の、ルカ福音書にある、マリアの三家の乱語訳が通常使用される。アベマリア、グラティナプリーナ、ドミンステカム。多数のチューンで歌われ、また作曲も、非常に多くある。 それ以外の歌は20世紀になってから歌詞も曲も作られたものであるが、これらもクリスマスキャロルとみなされることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。